ピラニアナッテリーとは、カラシンメセルラサルムスカに分類される、淡水魚の一種。体長は28から33センチメートル。体は楕円型に近く、銀色の斑点がついている細かい鱗で覆われている。下顎から腹びれにかけて、独特な赤色をしており、エラの後ろに黒い斑点が見られる。それ以外の部分は灰色である。腹びれは、縁が、ノコギリのような刻み目があり、 尾びれは二股に分かれている。葉は三角形で先が鋭く尖っている。この歯がずらりと並んで噛み合わさっているため、獲物の肉を噛み切るのに適している。また、下顎が突き出ているため、強い力で噛むことができる。肉食性で主な食べ物は魚や昆虫、甲殻類、哺乳類、鳥などだが、果物や藻類などの植物も食べるため、あまり食料を選ばない。 生魚は夕方から明け方にかけて餌を求めて活発に動くが、稚魚は日中の間に動き回る。基本的に群れで行動し、群れが大きくなるほどより巨大な獲物を捕食することができる。特に川の水が干上がる寒気になると限られた水辺に群れ集まるようになるため、獲物が発する血の匂いを嗅ぎつけると飢えたピラニアナッテリーが、 一斉に襲いかかってくる。しかし、臆病な性格であるため、群れから引き離された個体はおとなしくなる。繁殖期は、自然界では、雨季の間に始まり、メスは卵を水に浸かった木の根に、約5000個を産みつけ、オスが生死をかけた後、約9から10日後に事業が帰る。アマゾン川やオリノコ川の流域など、南米北部、中部の淡水の川や湖に生息する。 また、アメリカでは、外来種として生息している。アメリカでは、水族館から離された個体の繁殖が各州で、確認されている。湖で、ピラニアナッテリーを目撃した際、州政府はロテノンを使用して、ピラニアナッテリーの駆除を行っている。ABCD ピラニアナッテリーのメディアアーキブ、ハット ABC ブライアンプッツ、アデュ、ピゴセントラスナッテリリ、インフォメーション。 a, n, i, m, a, l, d, i, v, e, r, s, i, t, y.um, z.um, i, c, h.edu 2018年8月7日閲覧。ab, ピゴセントラスナッテレリ。フィッシュブイス。2018年8月7日閲覧。ピゴセントラスナッテレリ。レッドベリードピラニアン。シリア3フィッシュ2018年8月6日閲覧。ありがとうございます。